こんにちは。デモンストレーターの田原栄一です。今日はこのマジックアワー、今日没後15分ぐらいですね。千葉の今日の日没が16時52分。それから今15分ぐらい経過したような空の感じなんですが、まあ今スマホの画面に出てるそのこの空の様子よりも実際は暗いという感じがします。今日はこの空の変化する様子をトキナーのオペラ 1628mmF2.8FF のフルフォーマットのレンズ、これを使って写真撮影と同時に動画の撮影もしてお伝えしていこうというふうに思います。今回この撮影のために三脚もスリックのシステムカーボンの73ですね、システムカーボンの73の三脚を用意すると同時にこの雲台取り付け部分をエレベーターではなくてレベリングユニット、ここで水平出しをしやすくする動画仕様にした上で、雲台もビデオグランデ2雲台、まあこれ動画用の雲台なんですが、写真撮影の時は縦位置に簡単にできる縦位置撮影の機構付きということで、このタイプの雲台をつけて今日は写真と動画両方撮影していこうと思います。これからニコンの D850 にオペラ1628を組み合わせて動画を撮っていこうというところなんですが、まずは水平出しですね。三脚のベース部分、大絵体水平になっているようではありますが、この雲台の水準器を見ながらレベリングユニットを固定して水平出しをしていきます。この時の軸、雲台ベース部分の軸が水平になっていることが、このカメラを左右に振った時に水平が狂わないというポイントになってくるので、この調整をしっかり行います。それにしてもいい感じの色味になってきましたね。まずは写真で撮っていこうかなということで、今感度100で F8 で1秒間露光という設定にしましたが、このスマホの見た目とまた違った色味で空が青く表現されるというところですね。トキナーブルーといった感じがします。次に動画に設定しました30分の1秒 F2.8 の感度400といった感じですね。これで向こうにある月からだんだんカメラを送っていこうというふうに考えています。途中まで撮って気がついたんですが、もうこれえらくフレーム曲がってしまいました。これはやはりどこかの調整が間違って軸が歪んでしまったということですね。もう一度撮り直します。まあこの失敗の動画もちゃんと皆さんのこの説明動画の中には入れます。こういう失敗をしないようにという説明用ですね。水準器を見ながら回していきますが、だいたい大丈夫そうですね。まあ一度先にこういうことを確認してから撮った方が良かったですね。今日没後30分近く経ってしまいました。もうこれでだいぶ明るさも変わってきたんですね。先ほどようやく動画一発目回しましたけど、思いのほか暗くなるのが早いといった感じがします。動画の時は雲台を固定せずに撮ってるのでうっかりしてしまいましたが、今そのまま撮影したらブレてしまいました。実際はこれ動画で撮った後写真にする時はちゃんとしっかり固定する、パンとあとパン水平ですね、こことここですね、2箇所しっかり固定するというのを忘れないようにしないとこうした失敗をしてしまいますから注意しましょう。パンとティルトをちゃんと固定すると、今これ拡大画面なんですけども、ちゃんと止まりました。まあこういった撮影の時には固定箇所をしっかり固定するというのが、まあ写真撮影の時のポイント。動画の時はしっかり固定するとすぐ動き出せないというところがあるので、動画と写真用の雲台はその辺は実際は違うところなんですが、まあこの雲台は両用ということで、両用といえばこれ縦位置撮影もできますから縦位置でも撮ってみます。
今回使っている雲台、ビデオグランデ 2N 雲台は縦位置、ここの切り替えで縦位置ができますから、このように、ビデオ雲台では珍しく縦位置ができるということで、この機能を使って縦位置で写真を撮ります。今、日没後35分ぐらい、もうだいぶ暗い感じになってきました。この状態で、今度最後動画を回して今日は終わりにしようかなと思います。まあ思いのほか、秋から冬という感じなので、日が落ちるのが早いなという印象がありますが、こういった時のチャンスを狙うと、この時縄ブルーを引き出したような写真が撮れるんじゃないかなと思って今日は狙ってみました。まあぜひ皆さんも時縄レンズ、時縄ブルー綺麗ですから、チェックしてみてください。日没後35分。30分の1秒 F2.8 で感度は2500ですね。まあここまで上げると問題なく動画でも撮れるといったところです。月と、あれは金星でしょうかね。はい、出ています。月と金星と思ったら月と土星なんですね。このように Google マップにも出てますね。これを撮っていきます。まあ、ここから夕景を撮っていきますですね。はい。先ほど写真撮影でここのロックをしっかり締めてましたが、動画の時は緩めておかないと引っかかりますから、これを緩めて今セットをし直しました。これからカメラを回していきます。